新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、3月のフィギュアスケートの世界選手権、モントリオールは中止となり、思わぬ形でシーズンは幕を閉じた。選手は練習の成果を発揮する場を失ったが、来季へ向けた挑戦は、またここから始まっていく。氷上の花とも呼ばれる、フィギュアスケートにおいて、女子選手を支える重要なルーティンの一つがお化粧だ。アイスショーなどで、メイクブースを設置し選手を支える、化粧品大手コーセーで、選手のメイクを手掛ける石井功氏に話を聞いた。フィギュアスケートにおいて、メイクが担う役割を、石井氏は演じる女性の世界観を高めるものと語る。表現力も、競技の一部分。選手にとって、メイクは、大切な準備の一つだ。コーセーが日本スケート連盟とオフィシャルスポンサー契約を締結した2006年から選手と接してきた石井氏は色味はもちろんその選手に似合うメイクを伝えてきた。当時ジュニアの本田麻凛、ジャルには眉の形をアドバイス。歯の字型の眉だったけどそれを直してあげたらすごくイメージが変わった。妹たちにしてあげるなどメイク上手の本田。その才能が開花するきっかけの一つとなった。選手によっては事前に曲のイメージやテーマを聞き、絵を描いてメイクデザインの提案をすることもあるという。バランスよく見えるため、メイクには衣装に近い色を取り入れることも多い。ピンクだと可愛い感じになるのは想像がつきますよね。レッドは情熱的。パープル系はエレガント。ブルーはクールで、水色なら爽やかな感じかな。オレンジやイエローはポップなイメージ。伝えたい思いに合わせて、ポイントを変えるのもフィギュアメイクの特徴の一つだろう。メイクをすることで、自信を持って演技に挑んでほしいと石井氏。選手は、新シーズンへ向けた準備へと入る。メイクもその一つ。垣間見えるであろう選手たちの小さなこだわりにも注目したい。